そろそろもうここまでだ。
死なすよ。ない、死になさい。ここからが本番だぜ。足りない。
のれフリーザ許さない絶対に許さないわ。死になさい！
そろそろ死ぬ。死になさい。ガッツ。はっ。生き、もうここまでだ。死ぬ。やはりクローンなどでは物足りんな。もはや他にクローンの気は感じられん。今のが最後のクローンだろう。ん？貴様ら！もっと緊張感を持たないか！こいつらに何を言っても無駄だ。ん？この私を待たせるとは、いい度胸ですね。フリーザ21号ようやく現れたな。わざわざやられに来るとは、ご苦労なことだ。あんたたち、よくも、よくも、よくも思ってた以上に怒ってんな。腹が減ってイライラしてんかな。機嫌が良かろうが悪かろうが、奴を倒すことに変わりはない。俺もやるぞ。奴をそのままにしておけない。やる気があるのは結構だが、突っ走って帰り討ちに遭うなよ。そ
こんな風に言ってんけんど、おめえだってやる気だろ。当然だ。そう来なくちゃ。じゃあ誰から行くか決めようぜ。うるさい。私の邪魔をするやつは許さない。絶対に許さない。それはこちらのセリフです。そうですよ、フリーザ様、やってやりましょう。我らの、いや、フリーザ様のお力の前にひれ伏せ。この私を散々コケにしてくれた礼をたっぷり返してあげますよ。やれるものならやってみなさい。みんなお菓子にして食べてやるわ。しぶといですね。驚愕するほどの耐久力、再生能力、まるで地帯服魔人ブーのようですよ。誰か一人の木だけでは21号を倒しきれんか。待っていろ、今すぐ再生。フリーザの中の貴様、俺たちに同時にリンクできないのか。なるほどな、みんなで同時攻撃か。ちょっとついてんのな。そんな都合のいいことができるわけあるか。そのアイディア、ノノだ。ダメ元だけど、こっちの中和装置を暴走させるわ。うまくいけば中和の力が限界を超えてみんなの力が戻るかも。失敗した時は全員が今以上に力を失うわけだ。だがとどめをさせなければ再生し続ける21号と永遠に戦うんだけど。かけてみる価値はありそうですね。ノーラもこんなやべえ修行相手はめげえ詐欺だ。じゃあみんな賛成ね。装置エネルギー 200% 暴走。ブルマ大丈夫か。の力が
落ちる。いや、力がみなぎる。トラブだ。我々3人だけが力を取り戻したようです。やれ、貴様らだけでもとどめの一撃を。言われるまでもない。おう、死ろ。刺し死ぬよ。これで見よされです。どちらが真の勇者か教えてやる。全部おしめだ。これは完璧な勝利です、フリーザ様。当然です。私があの程度に負けるとでも。すげえ、さすがはフリーザ様。おいおい、あいつにとどめ刺したのはフリーザだけじゃねえぞ。オラたちも一緒に攻撃したんだからな。ふざけるな。どこからどう見てもフリーザ様のお力だろう。ふっ、何をふざけたことを。あれは私の一撃に、いや、破れたんだ。だからオラのカメハメハも当たってるって。よりによってあんな奴らと協力して倒す羽目になるとは。まあまあ、今は21号を倒せたことを喜ぼうぜ。そうだな、ソン、よくやってくれた。俺に力が戻っていれば一人で片付けてやったものを。それにしても私の中にいるあなた、最初はどうかと思いましたが、なかなかいい働きぶりでしたよ。これまでの活躍を評価して、私の部下にして差し上げましょう。どうです、嬉しいでしょう。そうでしょう、そうでしょう。おようやく面倒な21号も倒せました。おめでとうございます、フリーザ様。理由は分からんが、どうやら力と精神の封印は解かれたらしい。おお、そうですか。ようやく自由になれるというわけですね。では、ついにフリーザ様の完全復活、おめでとうございます。この喜びを表現するためにも、ぜひ喜びのダンスを。いいえ、今は結構です。それよりもまだ大きな戦いが残っていますよ。その通りだな。だろうな。おめえたちがこのままおとなしく蹴るわけねえと思ってたさ。孫悟空、お前を目の前にしてこのまま立ち去るバカはいないだろう。そういうことです。積年の恨みを晴らすこのチャンスを見過ごすものですか。
懲りない奴らがまた地獄に叩き落とされたいようだな。いい気にならないでください、いまいましいサイヤ人どもめ。油断するな、奴らはすでに自由に力を解放できるようになっている。なら俺だって力を解放できるはずだ。今度こそ俺の手で倒してやる。また悪さするっちゅうなら何度でも相手になってやんぞ。何度でも？ご冗談を。私が復讐を果たしておしまいになります。ところであなた、いつまで私の中に居座るつもりですか？また復讐を邪魔されては迷惑です。さっさと出て行きなさい。さてと、邪魔者もいなくなりましたし、早速始めましょうか。次に姉に行くのはあなた方です。ほほほほほほほ。